スノープリンス禁じられた恋のメロディは2009年公開の日本映画。主演は森本慎太郎。配給は松竹。フランダースの犬に着想を得て執筆された小山君道のオリジナル脚本作品。昭和初期の山形県の寒村を舞台に貧しくても一生懸命生きる少年が裕福な家の少女や一匹の犬と心を通わせ成長していく様を描く。 昭和初期の山形県の寒村祖父と二人暮らしで貧しくても、一生懸命生きるソー太という少年がいた。学校に通えないソー太は、ある日裕福な家の娘、早台と恋に落ちる。ひょんなことから、秋田県の恋犬を拾ったソー太は、犬に、チビと名付け、自分のパートナーとする。早台の父は、ー太との恋愛に反対するが、母は、 恋愛を応援してくれた。ある日、体調不良の祖父に代わって炭を売りに行ったソータは、売上金をすられてしまう。泣きながら帰ってきたソータに、祖父は、どんな時でも人を憎んだり、恨んだりしてはいけないと悟すのだった。そんなある日、ひょんなことからソータは、サーカス団のピエロに出会う。自分からは名乗らなかったが、実は、ピエロは、 ソータの父親だった。10月15日、フランダースの犬の舞台として知られる、ベルギーのアントワープ市内、聖母大聖堂にあるルーベンスの祭壇画の前で、ワールドプレミアが開催され、映画本作が、架け橋となって、両国の絆が、さらに深まることを目的に、小山君道、森本慎太郎、そしてサポーターの中山優馬が、 ベルギー・フランダース政府観光局友好大使に任命された。日本では2009年12月12日に全国235スクリーンで公開された。また、本作は同じ小山君堂が手掛けた送り人の15カ国を超える25カ国以上から上映オファーを受けた。ありがとうございます。